すごいね、これね。ギリギリ。股間をこう、前面に。ほい！すごいね、これね。すごいね。女は腰！キッズと言われておりますけども。はしたなくないよね。強い女性ですよ。これで畑仕事してんだから。裸で畑仕事はしないと思う。夏なんてこれでやったもんだ、こうやってええやん。あっ！グレースを担いでさ、獅子切りで耕したもんだよね。雑草をこの獅子切りでね。こんな感じでもう雑草をね、やって。今の子はグレソで洗濯しないのか。グレソで洗濯したわね、昔はね。グレソのちょっとこの真ん中の溝がある部分でこすってさ、やったもんだよね。グレソでね、包丁にしてさ、お肉を切ったりとか。グレソは物干し竿、洗濯物干すときもこれに引っ掛けてね。三種の神器の一つ。もう昔はもう三種の神器とかじゃなくて、もう全部グレソでやったよね。一種の神器だった。グレソで肉焼いてたって聞いた。そうそうそう。男はこれで狩りをしたし、女はこれで家事をした。子供もこのグレソで地面に字を書いて勉強したんだよ、昔は。まだノートとかもあんまりない時代にね。鉛筆削ってたわ。そう、グレソで鉛筆削ってたわね、昔は。今なんか鉛筆削りとかさ、シャープペンとかあるでしょ。昔はグレソで削ってたんだよね。効率悪くない？それ。でも、そうやってたんだよね。やりにくいんだけど、それでやれって先生が言うの。グレソで削れ。昔はグレソで殴られた。そう、グレソで。ちょっと悪いことした先生がグレソを持ってさ、授業してたんだよね。グレソで肩叩きしてたもんね。そう、グレソでね。トントントン。いい時代だったんだね。今思えばね、当時は嫌だったけど、でも大事だったのかな、グレソが。今スマホになったじゃん、グレソが。昔はスマホじゃなくてグレソをみんな持って。昔は野球もグレソでやってたしね、そう、グレソでね。グレソで電話してたんだよな。そう、グレソにも長い糸をつなげて、糸グレソ電話って、グレソで電話してたんだよ。そろそろ適当になってきたな。話が自分でも何言ってるか分かんなくなってきました。お隣さんにグレソをお裾分けとかしてたよね。してたしてた。あったあったあったね。つまらないグレソですがって言ってさ。つまらないグレソ。グレソって作りすぎちゃうんだ。そう、グレソ作りすぎちゃうんだよね。グレソ職人ももういないんだろうね。嫁入りグレソとかもあったよね。嫁に行くときはもう家からグレソを持ってくんだよね。今はタバコだけど昔はグレソ吸ってた。グレソ吸ったもんだよね、昔はね。タバコよりグレソの方が体には良かったよね。いかんせん重いからさ、吸われなくなったけど、グレソで雪かいてね。グレソで粉削ってグレソで巻いて。つまでグレソの話してんだろ、みんな。グレソで米炊くね。グレソで米炊いてね、火を起こすのもグレソでやったよね。炎派生にしてね。バンドでグレソ担当だったしね、バンドでね。すごい重低音がね、いいんだよね。オリンピックもグレソでね。グレソって哲学なの。なんか面白いね。グレソ哲学っていうものをさ、グレソ教っていうのをおばあちゃん今日できそう。もういいよ。もういい。もういいよ。すっぽんぽん、あーいい、ね。堂々とした大だこと、腹がちょっと三段腹みたいになってるけど。ね？よっ！